すごい拍手。さあすごいバランス感覚、くるくるっと回ってフレームをコントロールしてキャッチメイク、跳ねた、拍手、西島プロでした。さあ続きまして長田プロ。さあ長田プロ、非常に難しい技を先ほどから繰り出しております。さあ前に流して、さあ体が切り替わって手がクロスにあったり、おっとフレームだけちょっと落ちちゃったかな。さあもう一度、さあ自転車をくるっと操って切り返してネットした動き、そして体を前にして、でタイヤを足で蹴って進みます。さあすごい、そしてくるっと、おっと足がくねっとなって、あーいたたたたた、捻挫しそうな足の動き、しかしこれが長田プロのパフォーマンス。はい、拍手、ありがとうございます。さあ続いて笠原プロ。さあ笠原プロ、非常に安定した動きでパフォーマンスをしてくれております。さあくるっと回って、さあシートをキャッチ、そしてこの得意のエルクスタイルというこの形、そして切り返す、そしておっとクリオハンガに入った。そう、先ほどから繰り返している単品の技をつなげてつなげて一つの作品に仕上げる、それが BMX フラットランド。笠原プロ、先ほどからすごい技をつなげております。さあ笑顔が見えた笠原プロ、さあフレームをキャッチしてくるっと一回転、体を後ろ向きにして、さあおっと今度は前に、さあ絶妙なバランス感覚、すごい、おっと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 、さあ笠原プロよろしいですか。はい、皆さん拍手。じゃあ最後のライダー高橋プロ、拍手。市原市出身のプロライダー、世界の大会でも数々の好成績を残しております。さあ後ろの台を使って、おっと、さあ自転車を反対側にくるっと、すごい。さあ今度は今までやった前タイヤを使った技ではなく後ろタイヤの技に移りました。さあバランスを取って、おっとっと、さあ皆さん拍手いただくと必ず高橋プロは決めてくれます。さあ高橋プロ、前のタイヤを使う技も後ろのタイヤを使う技も後ろ向きが得意。さあ難しい、このおっと切り替わった、すごい。さあ自転車の反対側でバランスを取って乗っております、すごい。おっと足を切り返して、さあ逆足、さあバランスを取って、おっとすごい。はい、拍手、高橋プロありがとうございました。ではライダーの皆さん前の方にお願いします。ありがとうございました。